七師党七師党は奈良県天理市の石上神宮に伝来する古代の鉄剣である。全長74.8センチメートル、献身の左右に段違いに3本ずつ6本の枝陣を持つ。献身に金造岩の名文が記されている。1953年指定国宝。由来は早くに忘れられ、神宮ではこれを六佐の矛と呼び、 神田にその年初めて苗を植える儀式に神を下ろす細具として用いていたという。1874年に石上神宮大宮市となった関西雄は水戸藩出身で大日本史編纂に参加した経歴のある歴史研究者でもあった。大宮寺としてこの写法をつぶさに観察する機会を得た藩は、検診に金蔵元名分が施されていることを発見し、 さらに剣の錆を落として、初めてその名文の解読を試みた。以来その名文の解釈、判読をめぐって研究が続いている。日本書紀には七枝が棚との記述があり、和に対し、くだが長考した際に献上されたものとされ、関連を指摘されている。その豪快な見た目から、フィクションの映画やアニメには強力な武器として描かれることが多いが、実際は、 実用的な武器として扱うのは難しいと思われ、権力や祭祀的な象徴として用いられたと考えられる。当時の中国との関係を記す原尊の文字資料の一つであり、後代王妃と共に音声紀の和に関する貴重な資料である。等身の表に34字裏に27字表裏合わせて61字サビによる腐食がひどく。 家読四十九字全く読めないもの四字後の八字はわずかに残る線画によって反読が試みられている。表、また、裏、また、七死等の実測図を呼び、名文名文についてはこれまで様々な研究がなされてきた。名文の反読は、もちろん、掘られた場所についても、表は刀身で鋳造された際に刻まれ、裏はくだらで刻まれたなどの説もある。 しかし内容は、くだらの小に騎氏が、和王に送ったとの解釈が定説とされ、当時の背景として、高送りの圧迫を受けていたくだら側との同盟を求め、送られたとされている。また、日本書紀等の史書では、くだら側に対して複数回徴降し、人質を献上していたことが記述されているが、この七首都献上に関して、日本書紀、神宮皇后摂政五52年上に、 クダラと和国の同盟を記念して、神宮皇后へ、七子鏡一枚と共に、七枝刀一振りが、献上されたとの記述がある。記念論によるとこの年が372年にあたり、年代的に、日本書紀と七子等の対応及び合致が認められている。名文の冒頭には、対四年の文字が確認できる。年の解釈に関して、以下のような諸説がある。 進むの大使4年での解釈日本書記、神宮皇后折衝52年上に最も近い説である。発見者である、関西雄も言及している説であった。くだらの第8代の古事王の時に作られたものとする。進むの皇帝は、聖祖武帝芝縁である。表面、理面、対話4年での解釈、浜田工作による2005年における研究では、 次の通り発表された。表面、裏面、山尾幸久は、裏面ではくだらの小に氏が、刀身皇帝を報じていることから、369年に、刀身の朝廷工房で作られた玄七師塔があり、くだらが372年正月に、刀身に調校して、同年6月には刀身から、くだら王に玄七師塔が可視されると、くだらでは、同年に、 これを模造して和王に送ったとの解釈を行っている。また、当時の刀身では、道教が流行しており、七使塔の形態と、その百兵を避けることができるとする呪術力の思想があったとする。浜田工作は、山尾幸久の分析を踏まえた上で、くだらの小西騎士が現七使塔を複製して、刀を和王に送るという外交は、当時、くだらがこうクりと 軍事対立にあったため、まず、闘神と作法関係を結び、ついで和国と友好関係を構築するためだったとしている。大使4年での解釈、宮崎一貞は、大4年月を大使4年5月として解釈し、次のように読解した。表面、理面、南宋時代の大使4年説歴史研究者である。 中島新聞が日本国誕生の隠された秘密と真実にて発表した説。表の名文、第4年月16日日の絵馬西洋作り、百連七仕形で、を、第4年月16日に。この七首刀は、日の絵馬の西洋に何度も鍛錬して作り上げたものであると見る。第4年月16日は七首刀に名文を刻んだ日時であり、日の絵馬西洋は、 期間を述べており、この刀の制作期間であるとする。対4年の候補は1。広潮王朝の太子4年、二北魏の絶え常4年、三南装時代の太子4年の3つであるが、1は刀の制作期間の年代は干支であるから容易に分かり該当する。丙馬というのは？ 268年以前の226年となり、名文を刻んだ年と制作時期が大きくかけ離れて、折り脱落する。2の場合も、同様に、鍛錬時期である、日の絵馬の候補の年は406年となるが、これも10年以上の開きがあり脱落する。他方、3の場合には、同様に、鍛錬時期である、日の絵馬の候補の年は466年が、最も近く。 太四四年の二年前以内であり、制作時期としては妥当と見る。すなわち、表の名文、対四年は、南宋時代の、太四四年が正しい。なお、闘神の対は四年と読む説については、七首等が鍛錬された時期、日の絵馬の西洋は346年となり、名文を刻んだ年と20年以上を大きくかけ離れて、折り脱落すると見て否定する。ですから、 石上神社に伝来した七首藤の表の名文、第四年月十六日日の絵馬西洋作り、百連七四型なでの日本語訳は、第四年月十六日に。この七首藤は、日の絵馬の西洋に何度も鍛錬して作り上げたもので、あるとなる。著者は、四百六十六年から四百六十八年頃というのは、朝鮮半島では、武ネ王時代が始まる。 直前の時期であり、そしてブネイオーの墓からは七死匠と関連のある七子鏡が出土している。これにより、ブネイオーが和国の王に送ったものである可能性が非常に高いと力説する。くだら独自年号説1963年、金鈴徹は文国論を発表し、三観の住民が日本列島に移住し、各出身地ごとに文国を建てたと主張したが、 その中で、安数を、くだら独自の年号とした。この説はその後も、李平等らによって踏襲され、また延べ便主は別の文字、ささぐと判読し、同じく、くだら独自の年号とした。しかし、これらのくだら独自年号説は、村山正夫のレントゲン写真による、分析の政治化によって、浜田工作によって反駁された。安数を、 くだら独自の年号とする場合は、2005年時点でこの、七首党が、唯一の現存資料となり、年代が、全く特定できなくなるし、また、李平等は、日本初期の神宮皇后期の記念論による年号で、ある372年を根拠に、対元年を369年とするが、その場合、当真の対は4年であったということになるが、当時、 くだらが独自に建とした記録が損しないため、成立しない。延べ便主は無念4年とするが傍傷がないし、また504年当時のくだらは絵とを使用しているため、独自年号説は成立しない。2009年、後世話は七師等について、くだらの天使王が408年11月16日に、後継ぎの誕生で初めて作り、409年に指針を、 通じは王に渡されたものと主張した。11月16日日の絵馬という具体的な日付と、絵とが現れているため、4から6世紀で11月16日が、日の絵馬の絵とに当たる日を探すと、天使を4年になる。この見方によると、大丸を、くだの独自年号とみなす。コウクリと、白木も、年号を使った事実があり、当時コウクリと戦ったくだ半寸時代に、 独自年号を使った可能性が提起された。天使王は大使であった時期に和国に行った経験があり、和国の女性と結婚して、国使王を生んだので、この時、七師唐がくだらからは王に伝わったものと分析した。七師唐のレプリカ、日本書紀によれば、神宮皇后52年9月日のエネの城に、九だらの将校王が、日本の使者、千熊長彦に会い、七師刀一口。 七子鏡一面、及び主主の重宝を剣じて、友好を願ったと書かれている。孫の枕竜王も、日本初期の中に出てくる。五十二年秋九月帝望一日日の絵根、ね、久し定等、十千熊町毛出の、乗り七枝刀一口、七子鏡一面及び主主へ宝、なお、慶曰く、深刻異性薄い、源の執事酷な哲山、その七日の行の普及。 東院世水、ビントリゼ山鉄さ捧ぐ聖朝。の、いい孫ご枕流大わく、今がしょ通り、東海帰国、絶天、ところけい、ゼモス水天温、割り替え、西しかも玉物割れ、ゆぜ国紀久方。南寺、当然、おさむかずよし、厚むおさむ土物、捧ぐ三次ふ家ども、四南半、地瀬五、ごと年賞食長公園、千熊長びこについては、 神宮皇后47年日本初期では247年に、白木が、くだらの貢ぎ物を奪ったため、千熊長彦が白木を攻めたとある。またその2年後の神宮皇后49年春3月に、新田別や鹿和が別ら軍勢を派遣して、卓順国に至り、白木を撃った。さらに、 くだらの将軍僕らン氏とスナスナヤツキらが、新た別らに協力し、白木軍を破り、は、くだら連合軍は、ひじ、南から、国、アラ,タラ、タクジ卓順、カラなどの七カ国を平定し、また、ヒリ、ヌのアたるし、ハンコなどの四つの村を平定したとある。和国によるこれらの自責に対して、くだら将校が、ひさしテエラを派遣した。 その後、神宮皇后52年の秋9月帝望1日、日の江根城に、くだらの使いである久し定らが、千熊長彦の陰卒で来和し、七枝刀、七子鏡、及び主樹の長宝を和国へ建て祀った。そして、真の西に川があり、水源は、国名の鉄山から出ています。遠く、七日間でも到着できません。この川の水を飲み、この山の鉄を取り、 ひたすら聖朝に奉りますと言った。七使等の十字をめぐっては、主として、次の四つの解釈がある。一七使等は党身が、和国に授けたものであり、くだらは、仲介役に過ぎないとする説にくだらが、和国に献上したものとする説くだらが、和国に貸ししたものとする説対等な関係での、贈り物とする、説一は、 和国と東進の外交関係成立は372年のことなので、前後関係から言って、東進がくだらを介して和国に七首都を授ける行動を取る点に矛盾が見られる。234は、和国とくだらの対航栗同盟という前提に立つ点で共通している。2は、くだらは371年に、独力で航栗を退け、 国国元王を廃止させており、和国はその軍事行動に寄与していないところから、クダラが和国に対して侵入する必要がないところに難が見られる。3は、和国が朝鮮半島に対して鉄資源を依存しているところから導かれる見解である。しかし、その供給は多くを、カヤ地域に依存しており、たとえ、クダラからの供給がなくても和国が困難に、 直面するとは考え難いので、和国がクダラに従う必然性は全くない点に、何がある。とすると4が有力には、見えるが、真相は不明である。いずれにせよ、高栗の難化という国際課題が浮上する中で、それへの対応が迫られる和国とクダラの利害関係が、一致し、その同盟の証として七首都が作られたと思われる。 神宮皇后五十二年は二百五十二年であり、昭皇は三冠征伐の時の九だらの王であり、この部分は日本初期の記述は正しいと考えられる。また七首都を奉じた時の九だらの王は小宮王二百三十四から二百八十六であり、その子は攻め、慶王青年未百九十八年であり、騎手はその後毒であると思われる。子孫の枕竜王は、 毎年見継ぎ物を報じる旨を述べただけであり、七枝刀を、献上した小美王、234から286、とは、時期を明ける必要がある。その一方で戦後に主流になった、節記念論では、漢詩二順分年代が繰り上げられているとされており、訂正すると372年となって、子孫の枕流王がいた、制作年の大は4年と符合すると主張する。 浜田工作は、この、くだらの外交は、和国とくだらが水平的な関係にあったとした上で、くだらによる刀健上外交によって、中国南朝とくだらとカヤ諸国と和王の南方外交ラインが形成され、六世紀初頭までこのラインが存続したとしている。なお、この時七首都と同時に建て祀られた七子鏡は、アメリカ合衆国のボストン美術館に所蔵されている。 同郷ではないかとする説がある。この鏡は、教祭の主文様体に父が七つ割り、七個鏡の名称にふさわしいという。これらの遺物は、1875年大雨で崩れた大仙陵古墳から出土したものと伝えられ、ボストン美術館には、同郷、関東大東など五点が収蔵されている。これらの品は、1908年にはすでに博物館に、 所蔵されていた。宮内庁所領部の研究によると、これらの出土品は、ボストン美術館中国、日本美術部勤務であった、岡倉角造により、1906年に、京都で購入された可能性が高く、また、人年代は、6世紀の第一四半期を中心とした、時期であり、古墳の築造時期とずれがあるとも指摘されている。吉野優子は、 仁徳天皇と石上神宮との関係について、古事記中間海四48を、巫子時代の仁徳天皇が七師党を廃用していた、様を、吉野の国主たちが歌ったものと推測している。本無太の日のみ恋、ふさじゃき、ふさじゃき派火星流たち母、唐突流芸スエフユヌの、ゆきの すがりょがしたきのおさよのさよのほむたの日のみ候おほさざき、おほさざきはかせるたちもと、つるぎすえふゆふゆきのすからがしたきのさやさやしなたの日のみこ、おさざきのおさざきのはかせる、大東本つるぎまつふゆふゆきのすからが、下地のさやさや天使様の日のみこであるおさざき様大おさざき様のおはきになっているたちは、ほんはするどく、きっさきは、たましいあり、 冬木のすがれの下の木のようにさやさやとなり渡る。奈良県立梶原考古学研究所附属博物館と奈良県東吉野村の東照川地国平の手によって七種等が復元制作されている。本来の製法が不明なため1980年と2005年の2回制作法を変えて行われた。 1980年のものは単造で、2005年のものは中造し、摂氏890度の炉で6時間処理したものである。七師刀は架空の武器、道具としてフィクション等において登場する。ありがとうございます。